絞り染めの T シャツサイケデリック、サイケデリアは LSD などの幻覚剤によってもたらされる心理的感覚や様々な幻覚、国際式のぐるぐると渦巻くイメージによって特徴づけられる視覚、聴覚の感覚の形容表現である。しばしばサイケと略される。精神科医のハンフリー・オズモンドがサイコロジーとデリシャスを組み合わせた造語に由来する。 その翌年1957年に精神分析学会で言葉を紹介した。幻覚剤の影響下にある時に出現する幾何学的な主覚パターンはフラクタルとしてコンピュータで再現でき、ジャック・コーヘントバード・アーメントロートがサイケデリックな幻覚の数学に基づく幾何学的形態に関する理論を提唱している。1966年頃にヒッピーを中心として、 アメリカ西海岸に始まり、1967年にムーブメントのピークを迎えた。そのスタイルは、アメリカ全土、イギリスやその他の先進国を中心として、世界の多くの国を席巻したが徐々に縮小し、1970年代半ばに衰退期に入った。しかしドラッグカルチャーとも連動している部分があり、その後もネオサイケなど、新しい動きとして復活している。 サイケデリックをイメージした壁画ヒンドゥーやインディアン、様々なアジアのモチーフにも影響を受けている。海外では、ピーター・マックス、日本人アーティストとしては、横尾忠則が代表的である。音楽ジャンルにおいては、独特の浮遊感と超現実的な音作りを基調としたサイケデリックロックがある。中期のビートルズも、リボルバー、サージェント・ペパーズ・ロンディー・ハーツ・クラブ・バンド、 マジカルミステリーツアーイエローサブマリンにその影響が色濃く反映している。他にもグレートフルゲットやジェファーソン・エアプレーンなど数多くのミュージシャンがサイケの影響を受けたロックアルバムを制作してきた。また初期のピンク・フロイドなどもサイケに分類されている。近年1960年代、1970年代リバイバルにより再評価され、 映画、オースティン・パワーズなどでは大々的にフィーチャーされている。ありがとうございます。